おいす、こんにちは、アメリです。今回はバレンタイン期間、今やってますね、バレンタインイベントが2月の20日で入れ替わりだったような感じですよね。はい、っていうところになってますが、このバレンタイン期間中に必ずやっておいてほしいことっていうのを、全部ねまとめて紹介していこうかなと思います。はい、というところで別に課金してるとかしてないとかその辺に関わらずできることだったりするので、よければね参考になればなとは思います。はい、ということでね、順番に一個ずつ紹介していきます。全部で6項目ぐらいに分けていこうかなと思います。まず一つ目いきます。無料ガチャ、ログインしたガチャですね。ログインで開催記念のガチャが引けると思います。まあどっかにあると思うんですけど、ちょっともう探さないですけど、はい。でこれを引き忘れないようにもう引いとってくださいねっていうところ。まあ今後バレンタイン期間が終わってちょっと特別な引き方 したいよみたいな、そういう人は取っておいてもいいかもしれないですけども、期限がありますので忘れないようにね引いておきましょう。まあこれはねパズドラ普通にやられてる方だったら誰でもね入手してるんじゃないかなと思います。はい、ということで続いて2番、2つ目、無料ガチャ3連を手に入れようっていうところですね。これが、スペシャルダンジョンにありますスイートバレンタインというダンジョンの一番上、上級ですね。こちらをクリアすると無料でガチャ3連が手に入りますというところで、この辺も必ずやっておきましょうっていうところですね。ちなみにバレンタイン期間中関係ないんですけども、8作の方でもクリア報酬としてバレンタイン5連とかが確か手に入ると思いますので、まあこの辺も、うん、まあもしこの期間にやられるっていう方はちょっとやってみてもいいかもしれないですね。バレンタインの2022年のガチャが5連手に入りますよっていうところになっております。僕はちなみにまだやってないです。はい、っていうところがまず2つ目ですね。で続いてハートのショコラを購入しておきましょうっていうところですね。これもね忘れてほしくないんですけども、バレンタインのキャラクター進化させるのにバレンタインのこのショコラっていうのを、ハートのショコラっていうのを使っていきます。で期間が終わっちゃうと今度購入できるっていうのが、まあゴッドフェス、季節系のゴッドフェスが来た時にまあ購入できたりするんですけども、まあまあちょっとね今すぐなんか必要な時に購入できないんですよねってなった時に困っちゃうので、余分に10個ぐらい購入しておくっていうのが結構理想的な形ではあるかなとは思いますね。なんか僕はいっぱい持ってますけど、進化させたいなって思ってる武器をとりあえず進化させた上で、まあ余分に10個ぐらいあると、まあかなり安心かなと思います。まあとりあえずは進化させずにもうめんどくさい育成もほっといて、まあ10個確保しておくでもいいと思いますけど、まあ5から10個ぐらいは確保しておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろんバレンタインのキャラの持ちようにもよるんですけどね、あまり持ってないよって人はそこまで確保しなくてもいいかもしれないですけども、まあ5から10ぐらい確保しておくと安心なんじゃないかなとは思います。はい、それが3つ目でした。続いて4つ目ですね。ダンジョンモンスターを確保しましょうっていうところなんですけども、これ気をつけてほしいんですけど、あ、日付変わった、朝の4時だ。ですね、スペシャルダンジョンの方の、スイートバレンタインの中級と初級でしか落ちません。コロシアムや上級では落ちません。このね、3種類いるはずかな。ピクシーと、このミノタウリアってやつと、ちょっともうハテナで消えてるんだけど、闇のやつがいます。はい、この下3体ですね。ちょっと僕もこのミノタウリアだけ落ちずにまだ困ってるんですけど、こいつが性能としては4ターンで打てる操作時間と回復力エンハンス、アスタロトかな、アスタロトのスキルを持ってますよっていうところになっておりまして、まあスキルがね結構汎用性高いスキルになってますので、なぜかこいつ火なんだけどね、アスタロトが木なんでね、木を作るようなスキルになってますけど、泥鏡を持ってたり、操作時間回復力上げたり、これをレアリティ3でやってくれるので、カイドウだったりの編成でね、もしかしたら入ってくる可能性もありますので、ぜひね確保しておいてほしいです。で一番確保してほしいのは、まあ皆さんね口を酸っぱくして言ってるかもしれないですけど、ピクシーですね。レアリティ3でできるスキル内容が素晴らしいですね。ダメージ激減2ターン、まあクシナダですね、これダメージ激減2ターンと、あとはダブル吸収無効2ターン、まああと2コンボ加算もあるよっていうところになってますので、まあこれはちょっと落ちるまで頑張ってください。もう初級をダンボちょっと持ってポチポチするでもよし、中級をある程度の編成でなんかボスか殴るでもよしって感じ。ただ中級喋るんよね敵がめんどくさいんで、初級をポチポチの方が僕は個人的には、まあある程度ダンボ盛れる編成が作れる方はおすすめなんじゃないかなとは思います。で、この辺も取っておいた方が、取れるなら取っておいた方がいいかな。バレンタインネイのスキル持ってますね。ワーウルフってキャラ、ウルフィーカっていうキャラクターで、8ターンで打てる消せない覚醒無効の解除と、あとジンスキル打ってくれますよっていうところになっておりますので、まあこれもこれね、もしかしたらヒカリン・ワルリン編成とかにね入ってくる可能性もありますので、中級とか回ってもらって、確保ねしてください。ピクシーが一番優先かなと思います。まあその次ぐらいにワーウルフィーとかかな、この辺は正直
うん、まあどっちもどっちっていう感じかもしんないけど、まあそんなところになってますので、ちょっとね頑張ってください。この辺はドロー率結構低いらしいですよ、ところによると。僕もあんまりそんなにまだ周回できてないですけど、まあそんなところです。これが4つ目ですね。ダンジョンモンスターを確保しておきましょうと。で続いて交換キャラですね。あのガチャキャラの交換もあるんですけども、スイートなんだあれなんだ何を集めるんだっけこれ、親愛のチョコレートですね。この辺を集会で金から虹とか集めてもらって、こういう上限解放だったりとか無効貫通だったり、この辺の潜在、あとダイヤドラゴンフルーツ、俺これめっちゃいる、18体しかない、まあ、この辺少ないよって思う人はこの辺をね交換してもらったらいいんじゃないかなとは思います。で、交換対象最終的に25枚でできるのが、まず怪しいバレンタインチョコレートっていうのと、あとはもう一個あるよね、これか、タマドラチョコレートムース、はい、この2種類があります。取ってほしいのはこの怪しいバレンタインチョコレートだけかなと。こっちは別になくてもまあいいかなって思いますね。まあもしかしたらキラーとかで活躍するかもだけど、まあもしかしたらなんでね、取れる余裕のある方は取ってもいいかもしんないけど、どっちかっていうとこの怪しいバレンタインチョコレートが泥強でありながら毒を3つ持ってて、でスキルは4ターンで打てて、スキル使用不可になるけど参加さんとダメージ半減とかできますよみたいな感じになってますので、まあ普通に攻略でも使おうと思えば使えそうな武器になっているので、ぜひねこの辺は持っておきましょうっていうところになっておりますので、めんどくさい方は虹メダルで交換してください。はい、まあそんなところになっております。でこれ気をつけてほしいのが、2月14日に記念の、まあ、バレンタインのダンジョンが来るんですよね。明日か、はい、明日来ます。でそれが虹、この一番上のやつ、虹を落とすか、もしくは奇跡特大を落としますよっていう書かれ方をしてたはずなので、多分ランダムです。はい、まあ運が良ければこっちが落ちます。正直奇跡特大俺あんまりいいとは思ってないんですけど、はい、まあもしかしたらそこでね無駄な周回してしまったとか、虹メダル1枚余分に交換してしまったっていうことになりかねないので、2月14日の、配布分をまずダンジョンクリアして、で、そっからね足りない分を集めていくとかでもいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じになってますので、ちょっとねここ気をつけてくださいと。はい、これではあとはガチャキャラですね。ガチャキャラ交換所解説とか、いろいろ将来性のあるキャラがどうのこうのっていう話はしてますけども、特にアキネだったりとか、アリナだったりとか、あの辺は取りたい方は取り忘れないように気をつけてください。2月20日の23時59分です。公式放送もありますので、まあその辺も待ってもらっていいのもいいんですけども、気づいてたら終わってたわ、みたいなことにならないように気をつけてあげてくださいと。はい、これが5つ目でした。最後ですね、次、コロシアムの話をいきます。6個目ですね。コロシアムのお話ですと。ちょっと難しいような難易度にはなってくるので、まあ、柴ドラとか作ってて、ある程度火のリーダーもいてとか、クシナダ今回引けててとかだったら、組めるんじゃないかなと思います。クリア自体はそこまで難しくないかもだけど、まあ、ある程度ちゃんとギミックとか対応してあげる必要はあるかなとは思いますので、柴ドラ等で周回できる方は周回してもらってくださいという感じですね。クリアはしてほしいね、最低限ねっていうところで、あわよくばこれもしてほしいっていうのは、集めてほしいというか、この武器を確保してほしいかなと思います。たい焼きチョコっていうのが、貴属性とこの非属性の2種類が落ちるんですよ。で、稀にドロップって感じで、僕も結構ね多分100周ぐらい回ってるかもしんないんですけど、100周はまだ行ってないかな、6、70周ぐらいかな、ちょっとわかんないけど、もう数えてないんで。で、たい焼き火が2個です。はい、まあそれぐらい落ちないです。まあもちろん運にはよるんだけど、木の方だったら俺ちょっと落ちてるんかな、木の方が落ちてるのは5個落ちてますねっていうところになってますので、意外と落ちないんで、なるべく早めにねチャレンジしておくことをお勧めしますが、特にねこのね火の方ですね、チーム HP2 個に、HP 満タン時に8ターンのあるダメージ軽減が継続しますよっていうところになってます。しかもヘイスト、これね普通に強い普通に強いので、攻略方面で使う可能性が十分にあり得ちゃうので、これはね必ず持っておいてほしいかなと思います。まあもちろんクルセイダーでええやろっていうことになりかねないですけど、まあとりあえずね持っておくに越したことはないので、ぜひねこの辺は持っておきたいです。であとは貴属性の方もぜひ確保してほしいかなと。チーム回復3つなんでね、まあ回復盛りには便利かなと思います。スキルは8ターンで打てますよ。 HP20% 以下だったら使用可能ですよ。ダブル吸収無効します。強いですよね。まあ普通に周回とかでね、式神葵とかで自称して使うケースあるかもしれないので、まあその辺でも確保しておいてほしいかなというところになっております。はい、この辺はちょっと可能な人と不可能な人が出てくるかもしれないんですけども、まあその他、最初に言った5個のやつは結構比較的誰でもできるんじゃないかなとは思っておりますので、これだけやっとけばとりあえず、まあバレンタインイベントは問題ないかなとは思ってます。あとはもう魔法石使ってガチャ引きたい人は
引いてくださいねという感じになっておりますので、はい、よければね、やり残しとかないように気をつけてくださいと。以上、バレンタイン期間中にやってほしいこと、やっておくべきこと、まあ6選っていう形ですね。はい、ということで参考になりましたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。